りょうまくん、今日はアスラ実演公演見に来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。その後伊賀忍者道場はどうでしたか？いい結果残せたかな？はい、また遊びに来てください。さあ、りょうまくんから、はい、皆さんにお手紙いただいてますよ。イエーイ。はい、まずね、これ見てください。すごいですよ、皆さん、ほら、カブトムシ。反対だと思います。え、はい、横下になってます。おっと、反対でした。そうです、夏といえばカブトムシ、クワガタムシ。おすごい上手。めっちゃ上手にね、折り紙を折って。すごいよ、これ、ね、うん、はい、ちょっとお手紙、はい、ご紹介させていただきまーす。じゃじゃーん、すごいですよ、すごい皆さん、ほら、本当にファンですよね。りょうまくん、字めっちゃ上手になってる。友之助、傘回し千日、もうすぐだね。そうなんですよ、明日ですよ、8月11日、はい、傘回しでお誕生日お祝いし続けて、明日で千日目になります。はい、すごいね、おめでとう、おめでとうございます。猫ちゃんとクワガタ、元気ですか？はい、猫はもう毎日めっちゃ暴れてます。やばいよ、6匹いたらね、もう大変なことになってるから。3ヶ月、それぐらいですね。はい、子猫は、3ヶ月になります。はい、熱中症とコロナに気をつけて頑張ってね、龍馬より。はい、龍馬くんも熱中症やコロナに気をつけてください。そしてまだこれだけではないんですよ、ここにはですね、すごいですよ、もうたくさん、はい、書いていただいてね、これ、まずね、これ見てくださいよ、これハートね、ハート、あー、すごい、ハート、はい、なんとですね、これを開けるとね、てれー、名前が出てくるという、てれー、すごいでしょ、これ。へー、いやー、すごいね、これね、めっちゃ上手にできてるよ、これね。はい、お、お、なんかまた毛がある、また毛がある。はい、これは誰だ？正之助。正之助。はい、元気にしますよ、兄もね。はい、そして、あ、これはないですよ。これないですね、書いてない。ハモリですね。はい、これは一体誰なのか。じゃじゃーん。お、これは。ありがとう。最近ファン増えてきたね。ですね。こてつさん、ね、ありがたい話です ね。そう。やっぱシルベスタスタローに似てるからね。やっぱ人気出てくるわけですよ。あ、そしてこれ見てくださいよ、これ。これ猫ですよ。はい。そしてね、裏するとね、マーブル。なんと龍馬くん。あ、マーブルが好きみたいです。そしてですね、これがね、またすごいんですよ。これすごいよ、これ。はい、ミオさん。これ見てくださいよ。ほら、ローマくん、なんとですね、一人一人に、ほら、一人一人にですね、なんとメッセージを書いていただきました。すごい。これはすごいですよ。さあ、ここで問題です。ミオさんのは果たしてどれでしょうか。はい、じゃあ引いてください。てん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 、これです。あっ、おっと、はい、さあ、では開けてください。開けちゃっていいんですか。果たしてこれはミオさん宛てのお手紙だったのでしょうか。どうぞ。
おおおおおおすごい、マジで、あすごい、やばリオさん超能力持ってるんじゃないの。いやこれね、事前に見てないですからね、マジで今これ本当にね、はい、ミオさんが選んで今普通に当たりました。はい、すごいこと普通に起こりました今。やば、すごいじゃん。ミオさん今度はジュースを持ってくださいね。え、私当たったんでジュース。まあ、まだアイスも届いてないですけど。ああ、そうですね、アイス。わかりました、正解したんで今度ミオさんにジュースをおごらせていただきます、はい、さあではお手紙ちょっと、はい、ご紹介していただいてよろしいですか。くのいちみおへ、はい、これからも頑張ってね、龍馬。おお、嬉しいです。頑張ります。はい、さあではね、この中にこてつのがあるんですよね。さあこてつは一体どれでしょうか。これ難しいよ、当てるのね。難しいぞ、はい、今日まあ、他のメンバーのもね、はい、アスラ TV 見てますから、はい、ご紹介させていただきますが、さあこてつさんはどれでしょう。この辺じゃない。お、さあどれですか。はい、こてつさん、さあ果たして、ああ、こうか、このお手紙はこてつさん宛てだったのでしょうか。違うね。あー、マッサンでした。マサノスケでした。はい、これからも頑張ってねとメッセージをいただきましたよ。また明日頑張ってください。はい、はい、あ、じゃあちょっと私もさせてください。なんか面白そうじゃないですかこれ。てってんてててってんてててってんてて、りょうまくん好きやからね、りょうまくん好きやからね、まだ友達のてれれ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 れてってれれてってれれてて、みなさんお久しぶりです、古畑友三郎です。いや、私こういうのちょっと苦手なんですけどね。そうですね、私のカラーといえばやはり緑ですから、これが私宛てのお手紙じゃないでしょうか。見させていただきますね。はい、実によくできてます、くのいちりおへ。これからも頑張ってね、りょうま。ということで外しちゃいました、古畑友三郎でした。読めないですよ。いや難しいよこれ、ミオさんだからすごいよね。いや、よく当てましたね。いや、これだけの数からね、これピンポイントで当てるのめっちゃ難しいからね。さあ、じゃあね、次ね、ミオさんにね、はい、ちょっとカリンさん、カリンさん当てていただきましょうよ、カリンさん。さあ、カリンさんはどれだ。これです。はい、さあ、誰かな、誰かな。いきます。はい、あー、これがこてつさんでした。いいよ、やったか、そうか。はい、こてつさん呼んでください。では、はい、ありがとうございます、これからも頑張ります、ありがとうございます。はい、ということは、あと正之助と、あ、いやいや、まさにここに、あ、正之助出てる、え、誰だけじゃないの。友之助と頭と、頭と、くのいちの香織とリオ、香織さん、あ、香織さんに、かりんさんに、リオさん、あ、リオさん、あ、リオさん出た。あ、ちょっと待ってね。カシラ、友之助、カオリ、カオリ、カリン、カリン、アツノスケ、アツノスケ、はい。さあ、友之助はどれなのか。よし、じゃあこてつさん、アツノスケを当ててください。当てやっちゃう。アツノスケ。いや、入ってるんですかね、そもそも。これじゃない。ああ、これ厚之助でしょうか。あ、これやりましょう。誰誰誰誰。これこれ。マジでそうやと思いました。そんな気持ち。なんといっても、うん、色が、そうですよね、はい、綺麗で、あの、うん、鮮やかなんで、ね、うん、めっちゃ目立つ色なんで、そう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 、きっとこれきっと誰だったら、誰だった、か、うん、見なかったことにした方がいい。誰だった。え、そういうとこですよいつも。誰だった。この青。うわって青だったんだ。柱がどっちかなと思った、ね、この綺麗な、ね、青いから頭か厚之助か、いや、まあ、3つで青系があったんで、まあ、どれかなと思ったんですけど、ね、友之助これからも頑張ってね、龍馬、ありがとうございます。いや、これめ
いなこれ、ピッピッ最高やで、はい、ということで、はい、半蔵、香織、かりん、厚之助と残ってるんですよ。さあ、これね、あの、半蔵引いた人罰ゲームね。半蔵、半蔵をもうババにしちゃいましょう。なんかトランプのなんかちょっとねえ、これ面白いもんだって、これ龍馬くん、これ面白いわ、これめっちゃ、はい、え、次友之助違う、やばいよやばいよ、ちょっとこれ入ってると思ってやばいね、やばいね、半蔵引いたら罰ゲームやからね、はい、半蔵引いたら罰ゲーム、やばいね、怖いな、どれにしようかな、まあこれはないんだ、これ絶対半蔵ないって、これはちょっと早く、美穂さん、美穂さん何で力入れてんの、あかんって、美穂さんこれはないです、半蔵で、はい、これは誰かな、これは誰かな、はーい、ほら来た、あつのすけでした、そうか、負けやったか、はい、あつのすけ、これからも頑張ってね、龍馬、あつのすけさん、龍馬くんから応援メッセージ届いてますよ、見てますか、はい、ということで、さあ、半蔵残ってますよ、半蔵が残ってるからね、これやばいよ、やばいよ、やばいよ、はい、さあ、では、みおさん、はい、聞いてくださいね。あ、私が入れていいですか、そうでしょ、じゃあ、飲んで。まあまあ、じゃあ、小手伝いしましょう。はい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 。小手伝いしましょう、じゃあ。ね、はい。そうさあ、小手伝い引いてください。じゃあ、これ。はい。これで。さあ、誰でしょうか、わからん、はい、くのいちかおりさんへ、これからも頑張ってねー。見えます、皆さん、かおりさんにメッセージ届いてますよ、はい、ありがとうございます、やばいで、ね、さあ、かしらね、一体どれなのかね、あとだ、誰が、あとだから、リオさんと、リオさん、カリンさんと、カリンさんと、かしら、はい、でもわかりました、私は、かしらがどっちか、さあ、ではね、はい、罰ゲームは、くのいち美穂か、それとも友之助か、どっちでしょうか、皆さん、お願いします、はい、龍馬くんは、かりんちゃんカラーで、うん、僕じゃこっちですよ、ほら、誰だと思ったのに、皆さんこっち、そんなんだって早く引いたもん勝ちや、皆さんこれそれでどうやったら面白い、じゃあどっちからいきますか、じゃあどうしよう、これでせーので開けますか、いきますよ、せーの、はい、どっち、ほらあ、くのいちかりんさんや、これちょっと待って、私が言うたんですよ、くのいちかりんちょっとこれからも頑張ってね、龍馬、いやー、かりんさん、龍馬くんからメッセージ届いてます、はい、ということで、これが頭、おお、頭にもメッセージが届いてました、はい、ということで、いやー、これめっちゃ楽しかったね、なんかこんなに盛り上がるとは思わなかった、はい、では皆さん、お待たせいたしました、くのいち美穂さん、罰ゲームです、いいじゃないですか、罰ゲームと言ったらね、やっぱり皆さん変顔ですよ、変顔、くのいち美穂による変顔、最後ね、これも最高に面白いじゃないですか、他のやっぱり夏だからね、やっぱりね、笑わないと、では美穂さん、ちょっとじゃあこの辺りにね来てもらって、アップで最後変顔で締めましょうよ、さあ皆さん、お待たせいたしました、最後、くのいち美穂によります変顔をお届けいたします、一体どんな顔していただけるのでしょうか、それではカウントダウン5秒前からいきましょうか、はい、では参りますよ、5、4、3、2、1、どうぞ、ルチじゃないですか、りょうまくん、いつも応援ありがとう、イエーイありがとうございました、いやこれ楽しかったな